横浜 F、マリノスは10日、MF 井上健太25の2024シーズン契約更新を発表した。井上は神奈川県横浜市出身で、立正大学湘南高校、福岡大学を経て、2020シーズンに大分トリニータへ入団。3年間プレーした後、2023シーズンから横浜 FM 入りする。 大分時代に J1 リーグを経験していた中、地元クラブ1年目は J1 で13試合、YBC ールバンカップで7試合、天皇杯で2試合に出場。昨年6月7日に行われた天皇杯2回戦、ブリオベッカ浦安戦、西丸第0、で加入後初得点をマークしたが、J1 でのゴールはなかった。 また、シーズンをまたいだ AFC チャンピオンズリーグ、ACL ではグループステージ3試合に出場している。なお、横浜 FM は契約更新と同時に、井上が右反復性型関節脱臼と診断され、昨年12月14日に神奈川県内の病院で手術に踏み切ったことも発表している。